総領事館が入っている。ヒューストンセンターに在ヒューストン日本国総領事館は、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストンにある日本の外交機関である。ダウンタウンのファニンストリート900番地に立地する、ヒューストンセンターにの3000号室に入っている。この総領事館は、テキサスオクラホマの2州を管轄している。 送領時間は当初ファーストインターステートバンクプラザの5300号室にあったが、後に2300号室に移った。1993年までの10年間、送領時間は送領時の感謝を置いていた、ヒューストン都市圏のパイニーポイントビレッジ氏から請求された使用料の支払いを拒否していた。日本人はこれは税金であって、外交施設は課税されるべきでないと主張した。 1993年、市は送領時間におよそ1万4千ドルを支払うよう通告した。日本人は国際的な取り決めで領事機関は課税対象ではないと主張した。一方、市はこの料金は使用者のサービス料であると主張した。市議会議員のジェームズ・ウェイカーは送領時間のゴミ収集を停止すると脅し、送領時間を笑い者にした。同年9月、 アメリカ合衆国国務省は送領時間は使用料を支払うべきであるが、消防や警察のサービスに対しては支払わなくてもよいと言い渡した。送領時間は4500ドルの利子を含めて12000ドルを支払った。今西正二郎総領事は、任期が終わって去る直前、毎年4500ドルを市に支払うことを了承した。ありがとうございます。